連合軍はアテナやダッキの軍勢に勝利するが、ペルセウスの奪還に失敗してしまう。ダッキは高笑いを残し戦場から消えた。同時にこの戦いでダッキらが属す第三勢力の存在が明らかとなる。新たな敵の出現に連合軍は陣容のさらなる強化を模索する。そんな折、異界にある人物が引き込まれた。戦界の住人カグヤである。妖者との激闘を共に乗り越えた彼女が味方になれば心強い。連合軍は妖魔に襲われているカグヤを救うべく動き出す。父上、来るのが遅いのじゃ。まったくあなたという人は、考えなしに行動するのはやめなさいと何度も。あまり心配をかけないでください。ふん、そうして世話を焼くから、いつまでも娘が成長しないのではないか。芝居様、その申し上げにくいことをそうはっきりと。ふむ、わらわが成長を見せれば父上も心配せずに済むのじゃな。ならばかぐやとやらはわらわが救う。父上、ここは成長した娘にお任せなのじゃ。待ちなさい。行ってしまわれましたか。私たちも急いで追わなくては。かぐやというもの、この辺りにいるという話だったが、見当たらぬ。行きな。向こうで誰か戦っておるのじゃ。激しい。芝居だな、行ってみるのじゃ。あれは、ソンボの将。行くぜ。残念ながらかぐやではない。だが、話を聞いてみる価値はある。じゃあな。かぐやなる者、この近くに隠れておるやもしれぬ。父上にはここで待っていてほしいのじゃ。そんなことを言って父の目を盗み無茶をする気ではないでしょうね。ご安心を。乱が共に生きる、お守りいたします。じゃあな。光秀様もお気をつけて。行くぜ。へんてこな生き物が出てきたのじゃ。芝居殿、どうすればよい。教えよ。打ち気する将がどこかにいるはずだが、まずは邪魔な怪物を片付けるのが先か。さすがは芝居様。ラン、修羅に入ります。へんてこな生き物はやっつけたのじゃ。してこの後はどうする。芝居殿、欲しいよ。指揮する者を探し出し倒すのだな。姿を隠しているとすれば、あの砦か。ああ、早速行ってみるのじゃ。だが、いつまたあの怪物が現れるかわからん。孫悟の将とも早めに合流した方がいい。じゃあ、ソチが言って助けてやるのじゃ。わらわのことは心配ない。わかりました。二人の将を救援し、すぐに合流いたします。よくやった。お前がいれば必勝の策が描ける。敵将、撃ち抜いたぜ。なめ、いかにも何か出そうな砦なのじゃ。ここでひるんでは負けなのじゃ。じゃあな。我が家の出会いを見抜くと、行けな。迂闊に踏み込みよって。激しく行くぜ。
食らい尽くしてくれるわ。敵将撃ち抜いたぜ。なんだこの化け物。こんなのがいるなんて聞いてないっつーの。おい勘弁、このままじゃまずいぞ。指揮するものはやっつけた。もうヘンテコな生き物も怖くないのじゃ。これで孫悟の二人に貸しができた。カグヤとやらの居所を聞き出すこともできる。オム、さすがはシバリ殿、悪知恵が働くのじゃ。目つきの悪さはたてではないの。おお、無事のようじゃな。怪物を操っていた者は倒してやったぞ。頼りにさせてもらうぜ。はい、はあ、へえ、やるじゃねえか。こっちもあと少しで片付きそうだ。まあ手伝ってくれてもいいけど。さすが、見事な働きだ。お前がいると安心して戦えるな。激しくいくぜ。いけません。俺の番だな。これ言っとくか。ほらやった。石破と参る。赤を添えずりな。何丸が一緒とはいえ、やはり心配です。あの子は世間知らずな上に知りたがりで。ですが意志の強いしっかりしたお方のようです。光秀殿、我らは事態を見守りましょう。はい、何かあればすぐに出られるよう備えておかねば。おかげで助かったよ。けど女の子を救いに来て、女の子に救われてたんじゃ世話ないっつうの。女？そのものはどこにおるのじゃ。欲しいよ。こっちが聞きてえよ。頼りにさせてもらうぜ。見たって話だが、向こうで喧嘩するやろ。ありゃ長領か。役に立つだろ。ご無事でよかった。あなたに何かあれば光秀様に合わせる顔がありませんので。心配いらぬのじゃ。わらわには頼もしい芝居殿がおるのじゃ。行くぜ。足を引っ張るようであれば置いていくが、超軍縁の部とくと見よ。行きな。やるじゃねえか。面白くなってきた。激しく行くぜ。ここは数で勝負だ。ふっきん。邪魔だ。タコ材な。私にまやかしなど通用せんぞ。邪魔だ。行くぜ。技能の勝負勝利を行くぜ。まあここも黙るというのも名付けます。何をおののいている。お前も所詮子供という証だね。そこの猛者、安心せよ。わらわたちが来たからにはもう大丈夫なのじゃ。じゃあな。それはかたじけない。ソチがいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。頼りにさせてもらうぜ。はい。役に立つだろう。激しくいくぜ。長領殿、分身をいくら切っても拉致が開かぬ。あそこにいる本体を狙われよ。無事に合流できたのでしょうか。何もせずに待つというのは辛いものですね。この辺りにカグヤ殿はいないようです。我らも
別の方面を探ってみるのはいかがですか。俺の番だな。そうですね。受け取ってくれよな。では北へ向け進みましょう。西畑参る。どうや。そう。行くぜ。行くぜ。行くぜ。悪いお猿は退治したのじゃ。ところでそなたはかぐやなるものを知らぬか。かぐ、この先の城にいる女子がそうであろうか。しかし芝居殿、なぜ子守のような真似を。それは聞かないでもらいたい。我らの勢い見せつける。はあ、役に立つだろうが。いきなり妖魔に囲まれてしまうとは。救援はまだでしょうか。あら、やっぱり来ちゃったんだ。困るのにね、あなたに人間の味方されると。あんたもダッキちゃんの邪魔するの。そんなうちが許さへん。お懐かしい。あら、お邪魔虫の登場ね。いいわ、まとめて消してあげる。セクション、打ち取ったぜ。あれ、これで合ってる。助けてくださりありがとうございます。これよりは私も皆様と共に参りましょう。行くぜ。そうはゆかぬぞ。行くぜ。これ以上旋回の者に邪魔はさせぬ。己、次から次へと。カグヤ殿を渡すわけにはいきません。邪魔立てするなら撃たせていただきます。こちらにも事情があるのだ。悪く思わないでもらおう。危機なのじゃ。激しく行くぜ。わらわが助けに行くぞ。私も共に参ります。助けていただいたご恩を返さなければ。ならば私は敵の視界のもとへ向かおう。これでようやく子守から解放される。芝居様、お待ちください。ランも共に参ります。さて仕事だ。類いまれなる像をお持ちと見える。この超文献とお手合わせ願いたい。見る目だけはあるようだが、人間の分際で神に挑むとは愚かなことよ。さすが、見事な働きだ。お前がいると安心して戦えるな。はい、任せとけ。はあ、父上、助けに参ったのじゃ。かぐやも、ほれ、この通り。西畑丸、はい、無事に助けていただきました。よく頑張りました。あなたの無事を何より嬉しく思います。お見事な戦です。まるでその覚悟のほどが花となって咲くような。もうちょっと早くこいつ。いや、冗談。あ、そっか、ありがとうな。ほら、やった。西畑参る。さて仕事だ。旋回の者と手を組むことは許さん。おとなしく諦めるのだな。この先にはいくら行かん方がお前らのためなんじゃ。撃撃か否か、それを見極めるのは軍師の役目。おとなしく道を開けてもらおう。うちの人が親切で言ってるのに、わからない子だね。こうなったらお仕置きだよ。素晴らしい働きを見せたな。頼りにさせてもらうぜ。はい。はあ、膝をつかせただと。
この屈辱永遠に忘れんぞ。なんと圧倒的な力だ。かぐやの他にもたくさん仲間が増えたのじゃ。大勝利なのじゃ。お救いいただき感謝します。これからは共に参りましょう。芝居殿、娘がお世話になりました。子守は二度とごめんだ。まあ、子を心配する気持ち分からぬではないが。お救いいただきありがとうございました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。改めまして、私はかぐやと申します。皆様のお役に立てるよう尽力いたしますので、どうぞお見知りおきくださいませ。なるほど、確かにジョカ殿のおっしゃる通り、たおやかで物静かな方ですね。父親もわらわにかぐやのようになってほしいのか。いえ、あなたはあなたのままでいいのですよ。よく頑張ってくれましたね。ところで、ここはどこなんだ。あんな薄気味悪い敵見たこともねえが。それは私から説明しよう。なるほど、信じられないとも言ってられないか。実際妙なことが目の前で起きてるわけだしね。神の軍勢、それにダッキの軍、奴らに対抗するためにはまだまだ戦力が必要だ。できればお前たちにも来てもらいたい。承知した。元の世界に戻るためにもキコーラと共に戦い、いかなる敵をも打ち破らん。時を超え希望をつかむために。鈴の勘で出番みてえだな。へえ、この両鉱石の出番ってわけかい。いざ超文言、戦場に神明を登山。みんなご苦労だったな。かぐやを救い出してくれて感謝する。この世界も皆様のご記憶も不安定な状況、時を渡れぬ以上どこまでお役に立てるか分かりませんが、精一杯努めましょう。時を、そうか、そうだったな。かつて滅びかけた私たちはそなたの時を渡る力に救われたのだった。思い出してくださったのですね。お久しゅうございます劉備様。さて、お前たちに家具や救援を頼んだのは、その間にダッキラの動きを探りたかったからだ。先ほど撤退する奴を追ったところ、アースガルズの神オーディンと手を組んでいることが分かった。オーディン？ゼウスたちとはまた別の世界の神だ。かつてアースガルズでは神々の戦争が起こり、オーディンはそこで滅びを予言されていたのだが、奴は力と知恵を集め勝者となった。そして自分に逆らった者は処断するか、力を奪ってから廃下とし服従を誓わせたのだ。ダッキはオーディンの配下たちと共にいた。今軍を率いているのはロキという神らしい。戦の準備を始めていたから、そろそろ。みんな大変！ついにロキさんたちが動き出したよ。こっちの前線基地が狙われてるみたいだけど。なんと、用地が奪われては今後の防衛に差し迫る。急ぎ向かわねば。
ロキたちと共にいたというダッキのことも気になります。この戦、ペルセウス殿を救う一助となるかもしれませんね。しかし謎は解けぬまま深まるばかり。私たちはもしかしたら何か大きな過ちを犯しているのでしょうか。